やね、そうだね。無効貫通組まなくていい。あんたら編成紹介していこうと思います。もし参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。でまずね、編成の前に性能を見ていこうと思います。はい、こいつですね、なんとですね、ダンジョンキャラです。ガチャキャラじゃないんですね。誰でも撮れます。絶対撮れますよね。まあ、改めてね、まあ、絶対確保してくださいみたいな動画出すかもしれないんだけど、とりあえずね、ここで紹介しておくと、こいつダンジョンキャラで7ターンで無効貫通スキルと1ターン変身と思ってます。で、アンタレスって無効貫通組むのが本当にめんどくさくて、それでね、まあ、レオンに負けたみたいなところなんだけど、こいつで7ターンで1ターン変身で無効貫通スキル持ってるので、なんとですね、アンタレスループに組み込めます。闇属性だからね、ちょっとしんどいんだけど、HP モリモリにしないとね、アンタレスに、ね、組み込めないんだけど、でもね、こいつを使うことによって、マジで楽になりました。ってことでね、編成紹介していこうと思います。編成はこちらです。いつも通り代用の前に編成紹介すると、アンタレスにマドゥ、ダンタリオンにマグニート、グリーダにアマコズミ、アンタレスにマグニート、ダンタリオンにリクト、ハンソロにレーベンです。レーベンはスキルベ最大で、他はスキルベ1で OK です。潜在プラスプラスは6個ついてますね。必要 HP は 247,681。必要スキルは14、バッチは HP です。リダグレ逆は OK です。遅延に注意してください。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体で、チーム HP が14個、卑劣が4個、ヒドロ強が16個、枝豆が5個必要です。マドゥーとマグニートとアマコズミ。まあ、大体役割一緒で、バインドとチーム HP と卑劣と枝豆。バインドとチーム HP とヒドロ強。バインドとチーム HP が役割です。バインドと HP 盛りで OK で、マグニートとかブラキで OK です。リクトは、バインドとチーム HP と無効貫通が役割です。火力と HP に注意して、ジュリとかカミラとかイビルカーナとかマグニートとかブラキとかアマコズミで OK です。レイベンはチーム HP と属性吸収が役割です。HP に注意してマリウスとか消化するってなんで OK です。本体代用のための役割です。ダンタリオンはスケベ4でヒドロ強で枝豆で火力枠、1ターン変数と6解除と非回復生成が役割です。スキブ火力に注意してリンダとかシャンメイで OK ですね。グリーダはスキブ2で1ターン変装で無効貫通スキルが役割です。アマテラスとかカゴメで代用できます。アマテラスがね、捨てがないって意味では一番最強かなと思います。続いて立ち回り見ていきましょう。例によって倍速で見ていきましょう。って言ってもね、今回もね、右3体左3体でループするだけです。で、最初ね、はい、レーベン打って、ダンダリオン打って、で、アンタレス打ってずらしましょう。で、ぶっ飛ばしていきましょう。はい。さあ、続いて2階層ですね。2階層はグリーダ打って、ダンダリオン打って、で、アンタレス打ってずらしで OK です。一応なんだけどね、これ4体2体ループでも OK です。ハンソロ、グリーダ、ダンタリオン、アマテラスの4体と、ダンタリオン、アマテラスの2体の4体2体ループでも OK ですね。まあ、どっちでもいいかなと思うんだけど、まあ、無効貫通火力を出すときに、まあ、そのなんかグリーダで無効貫通して、で、ハンソロでエンハンスとサブエンハンスしてると、まあ、強いかもしれないから、4体2体ループでも良かったかもしれないけど、まあ、そんな変わんないと思います、正直。はい。さ、じゃあ、はい、ハンソロ打って、アンタラス打って、はい、繋げてぶっ飛ばしていきましょう。相変わらず楽ですね。そしてですね、一番強いのがですね、このアマテラスの自動回復ですね。最近さ、やっぱね、ゼラクティとか流行ってる、自動回復流行ってるけどね。やっぱアンタレスの自動回復も魅力的だよね。はい。さ、じゃあ蝶つなぎしてぶっ飛ばしていきましょう。はい。倒すと。さ、続いて、5階層ですね。5階層も殴っていきましょう。5階層ね、これ無効貫通の敵なんで、ここは待ちましょう。はい。一旦待ってから、グリーダで突破していきましょう。はい。さあ、ここでね、昔はね、無効貫通を頑張って組んでたんだけど、ここも脳死でずらしで OK になりました。さあ、じゃあグリーダ打って、で、ダンタリオン打って、で、アンタレス打って殴っていきましょう。一応ね、蝶つなげプラス、列組んでおきます。はい。これでぶっ飛ばしていきましょう。はい。さあ、続いて。続いては、6階層ですね。6階層は、ハンソロ打って、ダンタリオン打って、アマタラス打って、ずらしですね。これまた楽です。はい。サブインハス返してと。で、これでぶっ飛ばして削っていきましょう。はい。さあ、突破と。続いて。続いては7階層ですね。7階層はグリーダ打って、ダンタリオン打って、アマテラス打って、ずらしですね。はい。グリーダ、ダンタリオン、アマテラスと。はい。さあ、で殴っていきましょう。はい。でね、やっぱね、火力ちょっと低いんだよね。この左3体の時はちょっと火力低いからね。まあ、どうしようもないかな、これは。はい。じゃあ、ハンソロ打って、ダンタリオン打って、アマテラス打って殴っていきましょう。はい。OK ですね。これで飛ばしていきましょう。はい。さあ、続いては8階層ですね。8階層無効貫通階層ですね。じゃあ、グリーダ打って、ダンタリオン打って、アマテラス打って殴っていきましょう。はい。よしよしよし。で、ここでもね、一応ね、蝶つなぎプラス、列組んでおきましょう。火力足りないとしんどいからね。はい、OK です。倒します。さあ、続いて9階層ですね。9階層ミラーです。ミラーは普通に倒すだけですね。ニーズだとめんどくさいね。無効貫通だから。まあ、グリーダーいるけどね。
さあ、じゃ、はい。打って、ずらして殴っていきましょう。はい、OK ですね。これでぶっ飛ばしていきます。はい、突破。さあ、そしたら10階層ですね。10階層もぶっ飛ばしていきましょう。はい。10階層の左3体の前にこう遅延来るんだね。あ、遅延来なかったね、今回は。今回遅延来てないけど、もしね、遅延食らったら、盤面でスキル打たずに3コンボしてください。で、1ターンスキルを貯めてから突破してください。食らってもね、1ターンの遅延なので、絶対ね、3コンボしてから突破するのがいいと思います。はい。で、倒し残したから、はい。倒し切って突破しましょう。はい。よしよし、今回遅延食らなかったのラッキーだね。はい。OK、飛ばします。さあ、続いて、11階層ですね。11階層ですね、ここ、エリカが、実はこう、積みになってるんですね。覚醒の工事にね、攻撃がね、受けれないんだよね、これ。グリーダがね、火属性持ってないせいで、受けれません、攻撃。まあ、しょうがないんでね。はい。まあまあ、待ちましょう。はい、さ。色変わって、ハンソロ打って、ダンタリオン打って、アンタレス打って殴っていきましょう。ちなみに、ディステルの場合もね、ディステルも引けせないかね、直せません。あ、ごめん、ちょっとこれミスりましたね。はい。ディステルも引けせないが、罪ですね。はい。さあ、続いて12階層です。12階層グリーダ打って、ダンタレオン打って、アマテラス打って殴っていきましょう。はい。さ。はい、OK ですね。これで殴って突破していきましょう。はい、あ、全然突破しなかったわ。ごめん。はい。んじゃ、またね、ハンソロ打って、ダンタレオン打って、アマテラス打って殴っていきましょう。あ、このパーティーね、速さってよりは、まあ、楽さやな。ハンタも別に全然速いけど、まあ、なんと言ってもね、楽さだね。はい。ひたすらアンタレス打ってずらしてるだけでいいから、本当に楽。はい。じゃ、グリーダ打って、ダンタリオン打って、はい。じゃ、殴っていきましょう。ちゃんとね、蝶つなぎして。はい、OK ですね。これで殴っていきましょう。さあ。殴って、で、またハンソロ打って殴っていきましょう。ね、今んとこずらしだけだからね、無効貫通組まないことの幸せさをね、まあ、みんなも忘れちゃったかもしれないけど、マジで無効貫通組むのだるかったと思うよね。まあ、使ったことある人はね。まあ、使ったことない人も配信で見たことあるかもしれないし、わかんないけど、マジで楽になってます。さあ、無効活動の敵出ましたね。はい。さあ、じゃあ、撃って、ダンタリオン撃って、で、アマテラス撃ってね。じゃあ、アンタレス撃って殴っていきましょう。ただしね、これね、削りきれませんね。はい。削りきれません。はい。さあ、じゃあ、ハンソロ撃ってね。ダンタリオン撃って、アマテラス撃って殴っていきましょう。はい。で、なんとですね、ここですね、無効活組めちゃうからね、もう組んじゃいましたね。はい。組めちゃったんだ、もうしょうがないやんね、これはね。はい。これはしょうがないですね。まあ、もし組めなかったら、グリーダで倒せば OK です。さあ、続いて、はい。ボス手前ですね。ボス手前も殴っていきましょう。はい。ダンタリオン打って、アマテラス打って殴りましょう。で、昔はね、ここのルーレットをわざと食らって、ルーレット残してね、次突破して、ルーレットで無効貫通組んでたんだけど、別にね、グリーダいるから無効貫通組むためにルーレット残す必要もないです。はい。このまま、アンダレス撃って、殴って突破しちゃって OK ですね。はい。さあ、突破します。ボスですね。ボスも殴っていくだけですね。はい。じゃあ、グリーダ撃って、ダンタリオン撃って、アマテラス撃って殴っていきましょう。はい。グリーダ、ダンタリオン、で、アマテラスですね。で、ずらしましょう。はい。OK ですね。しっかり組んで、あれ、つくんでるね。えらい。で、殴っていきましょう。はい。さあ、で、はい。ハンソロ撃って、ダンタリオン撃って、アマテラス撃って、なんとここでもね、無効活組めちゃったんですね。もうしょうがないよね。これはね、組めるんだったらさすがに組みますよ。はい。組みましたと。さあ。で、またグリーダ撃って、ダンタリオン撃って、アマテラス撃って殴っていきましょう。はい。はいと。よし。で、殴ります。一応ね、はい。無効活組みましたね。もうグリーダ撃ってんのにこいつ無効活組み出してますね。ついに。はい。でもあるんだからしょうがないじゃん。なんかさ、これね、うん、よかったよね、この時ね。はい。さあ。じゃあ、ハンソロ撃って、ダンタリオン撃って、アマテラス撃ちます。で、これ無効活組めるんだけど、これね、組みませんでした。発狂怖かったからね。はい。発狂怖いんで、組まずに。次ね、はい。グリーダ撃って、ダンタリオン撃って、アマテラス撃ってね、これもずらします。はい。これでいい感じに削りましょう。はい。いい感じと。さあ、そしたらね、はい。ハンソロ撃って、ダンタリオン撃って、アマテラス撃ってね、無効貫通組めちゃったんでね。はい、ぶっ飛ばしていきましょう。めちゃくちゃ無効貫通組めたか、毎回組めたんじゃないこれ。まあね、本当に無効貫通スキルで倒すつもりでしたね。はい。ってことでね、よかったらね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、立ち回りとタイムなんだけど、こんな感じになってます。はい。はい。ってことでね、よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さっきもね、言った通りね、ちょっとね、左3体の火力渋めなんで、グリーダーをね、左に持ってって、4体2体ループの方がいいかもしれないですね。なんかどっちでもいいかなと思います。正直ね、まあ道中火力はそんな変わんないから。
はい。ってことでね、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。